新年明けましておめでとうございます。早速ですが笛吹きます。よっ、ずれました。はい、皆様こんばんは、しょーい、キリブラマリです。こんばんは、しょーいのめかです。はい、皆さん1月2日水曜日、はい、2019年だよ、かんだし、はい、2019年だよですね。あの、皆さん最初にあの吹いたマリさんのあの防衛は何の防衛かわかりますか？そうですよ、あれですよ、ちゃんちゃらちゃらちゃらちゃんのとこのフォエーって始まる尺八の音です。さて何人が分かったかな。あれをスライドホイッスルでやろうと思ったんですけど、なんだかよくわからないことになりました。いやいや、いい尺八感出てました。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 ありがとうございます。ちょっと歪んだ感じ、あの、いい感じでした。ありがとうございます。はい。まあ2019年もこんな感じで、スタートしましたが。まあまあ、うちらね、まあ、ぶっちゃけた話言うと、はい、あの、収録日、まだ2018年です。はい、まだ開けてませんよ。でも、気持ちは開けた感じで、いきたいと思いますので、じゃあ、番組の紹介していきたいと思います。はい、お願いします。はい、この番組、ファンファンは、月曜から金曜日の、23時から23時半までの帯番組となっております。はい。月曜日担当が、ウェイウェイさんとアイウェイさん、火曜日は、アカネさんとベストパフォーマーの皆さん、水曜日は、私、桐村まりと、井上ゆかちゃん、はい、木曜日が、レノ・サトシさん、木村すばるさん、そして金曜日は、池田彩さんと、尾崎えりさんでお送りする番組となっております。ぜひ、他の番組もチェック、よろしくお願いします。はい、またこの番組は、東京モノレール、羽田空港国際線ビル駅構内にあるエドプレスジャパンの認知度を向上させるための番組ともなっております。エドプレスジャパンというのは羽田から世界へ日本の魅力を発信している外国人向けのインターネットテレビ放送局です。エドプレスジャパンで検索するとホームページから24時間動画を配信しております。また定期的に日本の魅力をご紹介するエドプレスマガジンというフリーペーパーも発刊しております。日本のみならず海外でも手に取れるように配布されておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで1月2日水曜日キリラリ始まるよ。キリムラマリのキリッとキラクラジオ、お便りのコーナー。はい、それでは早速お便りの方紹介お願いします。はい、では新年一発目のお題、はい、お願いします。これはマロロモネなるということで、だいたいよくわからなかった。ちょっともう一回お願いしてもらっていいですか。俺はわらわらわね、なれ。はい、ということで、はい、ということでね、マリさんからのこのお題にたくさん、はい、皆様まるまる王になるというのをいただいておりますね。まあまあ新年の抱負って感じですね。はい、そうですね。はい、早速ご紹介していきたいと思います。お願いします。ラジオネーム棒読み亭チェリーちゃん16歳 JK からいただきました。ありがとう。フェーブのお二人、明けおめです。明けおめ。ハート。今年こそ女子高生王に俺はなるわよ。あれだね、俺は言うとるやんっていう。俺はあれだね、卒業しないのね、うん、これ。そう、来年もこれで行くのね。まだ早い。まだ早いってことですね。引っ張っていきましょうね。出落ち感。では続きまして、ラジオネームボルトジュニーさんからいただきました。マリさん、ゆかさん、ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。わっしゃい、わっしゃいの掛け声が似合うお正月ですね。確かに。私がなりたい王は、旅行王と書いて、グレートジャーニーキングですね。なんだかかっこいい。かっこいい。横文字にするだけでなんだかかっこいい。今年もいろんな場所を旅したいです。特に、うんうん、伊豆半島と三重と北海道に行ってみたくて、それが2019年の目標です、うん、ということですね。いいね。うん。日本もね、いっぱい巡るところあるもんね。そう、いいとこいっぱいあるから。ね。もうね、もう田舎行くと東京帰ってきたくなくなる。ほんとそう。そう、うんうんうん。ほんとそう。桐村さんち田舎なんでちょっと。あら。そうですね。いや、田舎いいとこ。はい、じゃあ、します、うん。はい、では続きまして、ラジオネーム小賀先生からいただきました。ありがとうございます。マリさん、ゆかさん、明けましておめでとうございます。今年もゆるーく頑張りましょう。はい。お題に、丸々ように俺はなるという新年の抱負ということですが、今年も変わらず節操なく、はい、あちこちのイベントに巡るようなことをしていくかと思われます、うん、結局イベント参加王というところでしょうか。なるほど、ね、なるほど、なるほど、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいフットワークの軽さ、ね、フットワーク大切、うん、では続きまして、ラジオネーム普通の立ちこもさんからいただきました。はい、マリさん、ゆかさん、明けおめこんばんは、しょい、しょい、いろんなパターンがありますね皆様、うん、今回
回は、まるまるのに俺はなるって、バラバラってバカにされてますね。そうですね。これといって、特技もないので、お笑い王でも目指しましょうかね。うんうん、あ、お笑い王って言っても笑わせる方じゃなくって、たくさん笑える一年にしたいな、という、笑う角には福来たるって言って、言いますからね。そんなわけで、お二人の新年初笑い、初大笑いトーク期待してますぜ、と。うまい子かけてくるね、うん、初大笑いトークになるかな、頑張りましょう無理して笑ってとかはい、では続きまして、はい、ラジオネームお年田まさぼんさんからいただきました。みんなあれだね、今日かけてくるね、かけてくるねはい、今年の目標は、ホームベーカリーでの食パン作りから、うん、おもちゃにアメコミ収集より大きな目標として家庭菜園の収穫増を目指す収穫王になりたいですね。ジャガイモ一号メインにやってますが、収穫量を増やす取り組みや、うん、ハーブ栽培に挑戦したりとか何か考えたいと思います。2019年も実りある一年にしたいもんですってことですね。すごい、なんかあれじゃん、私より全然本当にあれ主婦かなね、主婦かな、主婦というかすごいジャガイモとか育てるとかすごいよねすごいです ね。いやでもより良い野菜を食してください、ね、実りある一年になりますように、素敵。はい、では続きまして、ラジオネーム泣きのこりゅうさんからいただきまりました。王というにはどうかなですが、感激王にはなりたいかなと、見る方ですね。いいね。昨年もゆかにゃんの舞台ほかいろいろ見ましたが、うん、今年はさらに行きたいものがいろいろあって、画伯の2、3月の、うん、舞台ですかね。うん、とか、あとティルナノグの最終章とか、うんうん、あれ最終章ってどっかで聞いたことある？ああ、聞いたことあるな。これ 6月くらいになんかの最終章の第2話がやりますね、そういえばね。ね、まあ、スターウォーズレベルなんで、うん、もう少しお待ちください。はい。はい、ということでですね。まあ、なお、マネーが大変心配ちょって書いてあります。頑張ってちょ、まあ、頑張って、その舞台のためにいっぱい働いて、いっぱいお金稼ぎましょうね。ね。ということで、続きまして世界チャンピオンさんからいただきました。ありがとうございます。2019年中になるのは相当難しいと思いますが、私が目指す王はただ一つ、うんうん、天狗王です何天狗に詳しい人の王になるか、うん、天狗としての王になるか、うんうん、どちらになるか楽しみにしていてください。楽しみにしてる天狗ってどうやってなるんだろう天狗ってなんか修行しないといけないんですよね、確か山こもって。あれなんか何、武蔵的な感じ、はい、あ、そんな感じ、そんな感じですね。山伏だ山伏、はあ、天狗、あの山にこもってでも、うん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 、メール送ってください。あ、お待ちしてまーす。お待ちしてまーす。あ、携帯一個あればなんとかなる。違う。もしかしたら、はい、天狗になったら、なんか飛ばせるようになるかもしれない。やばい。電波。電波を発せられる。はい。念力ですね。はい。お待ちしてまーす。念力。習得してください。はい。はい。では続きまして、最後にですね、ラジオネーム、いちご大福いちごさんからいただきました。とりあえず、キリラジオに俺はなるで、どうでしょう。いいね、ありがとうございます、うん。ありがとうございます。今年も毎回欠かさずメールを送って、うん、ウェブもゆかちゃんより早く当てる、かっこ多分リスナーの中じゃ一番だと思うから。いいの、そんなこと言っちゃって。素晴らしい。とはいえ、基本隔週でしかリアルタイムで聞けないのがたまに傷ですが、うんうん、まあこんな感じですが、今年もよろしくお願いします。あ、今年は公開収録とかもぜひお願いしますね。はい、って書いてありますね。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなすごいね、うん、それぞれなりたい王があってよかった。そうですね、うん、ゆかちゃんはちなみに何かなりたい王はありますか。はい、私は、今年も、うん、一生懸命生きる王になりますなんかその王すごい頑張ってるね。すごい頑張ってますよね。頑張り感が結構ありますよね、うん、はい、はい、なので今年も一生懸命生きて、そうだね、一生懸命精一杯人生を楽しみたいと思う王になりたいです。わ、うん、はい、かりました。はい、よろしくお願いしますお願いします。マリさんは何王になりますか。俺は餃子王になるはい、ということで引き続きですね。いやいやいや、去年はまだ餃子クイーンになれ、なれない、まだね、餃子ビショップぐらいだった。はい、ああ、なるほど、なるほど、なるほど。今年は餃子王になれるように。あと2段階上がらないといけないですね、はい、階級が。頑張って、はい、作るだけじゃなく、食べるだけじゃなく、はい、
その他もろもろ研究していきたいと思います。その他もろもろ深いですね。論文とかそのうち発表し始めたら大変なことになります。餃子の論文です。はい。まあそんな感じで皆さんもね、それぞれ抱負というか、うん、おありがとうございました。ありがとうございます。はい。じゃあお手ありの宛先お願いします。はい。皆様からのお便り、リクエストなど引き続きお待ちしております。宛先がファックス東京 0356340792、E メールが info@885fm.jp までです。はい。そして私たち、ファンファンの番組問い合わせホームというよりも桐村麻里のお問い合わせホームがございますので、うん、そちらの方ツイッターとかブログの方にバナーがございますので、うん、そちらをクリックしてお便りどしどしお待ちしております、はい、そしてファンファンには、公式ツイッターと YouTube がありお知らせの配信や、過去のアーカイブなどが見られるようになっております。はい、ファンファンツイッターですね、アットマークファンファンアンダーバー FM まで検索してみてください、はい、よろしくお願いします。お願いします。キリムラマリのキリッとキラックラジオ、聖女のお言葉。今週も悩める子羊たちを救うべく、私キリムラマリと井上ゆかちゃんが聖女となってお悩みを解決いたします。子羊たちは救われるのか、はたまた冥界に行ってしまうのか。それでは今週のお悩みご紹介お願いします。はい、ラジオネーム世界チャンピオンさんからいただきました。どうも聖女様、明けましておめでとうございます。どうした？口内炎ができてしまい痛いです。おうおう、口内炎ができる前時点の復活の呪文をご存知でした聖女様聞いてください。口内炎ができる前時点の復活の呪文をご存知でしたら教えていただきたいです。なるほどね、わかりました、お願いいたします。世界チャンピオンさん、あなたは忘年会でたくさんご飯を食べて飲んだりしたから口内炎ができてしまったのね。私が知っている呪文を使えば口内炎は治るかもしれません。ただこの呪文を使うと忘年会であった出来事や食べ物や飲み物も消えてしまいます。なので早く寝て口内炎の薬つけてゆっくり休むとすぐ治るよ。痛いの痛いの飛んでいけ。キリムラマリのキリッとキラックラジオ、ギリギリ許して言い訳ゲーム、イエーイ。はい、はい、ということでこのゲームはですね、どんな時でも言い訳は良くないと思っている私たちですが、これならギリギリ許そうと思えるような言い訳を、それぞれお題を引いてその役になりきって言い訳をしていくゲームです。はい、まあ、あくまでね、新年早々ですけど言い訳ですよ。まああくまで悪いことをしてしまった前提の内容とギリギリ許されるだろうという言い訳を言って、相手が気に入らないと思ったら気に入らないと怒られるゲームです。はい、はい、ということで皆さん、待ちに待った、言い訳ゲーム、言い訳新年一発目、はい、ま、待ってるから、きっと待ってます。はい、じゃあ引いていきたいと思います、はい、最初はグーじゃんけんぽん、勝ったー、幸先がいいぞ、はい、じゃあ私これにします。これにします。おはい、勝ったんで、まあ、マリさんいいですね。ゆかちゃんからいこうかな。あ、私から。はい。かしこまりました。では、お題ですが、はい。お願いします。お辞儀をしたら、カツラが落ちてしまった校長先生。うわー。それでは、ゆかちゃんで言い訳です。3、2、1、キュッ。あ、みんな、こんにちは。ですね。今落ちたのは先生の髪ではありません。髪じゃないの？あれ何？はい、あれはね、秘密道具の一つでね。この学校にはすごく古い時からある七不思議がある。校長先生、七不思議かぶってんの？その七不思議の内容はな、校長に代々伝わる。とてもそれは不思議で不思議でいい話なんですけどね。なんだろう。
校長の頭に住み着く、うん、妖精がおってな。妖精なの？その妖精は黒いもじゃもじゃの形をしていて、普段みんなの前には現れないんだ。そう、校長の髪の毛のところに隠れていたの。その黒いもじゃもじゃはな、バンってすると、うん、黒くなって炭のようになって消えてしまってな。なあ、あくおさげ、出ておいで。出ないと目玉をほじくるぞって言うとね、なあ、こうやって落ちてくるんじゃ。はあ、そうなんだ。ほら、見てなさい。この黒いの、今からなくなるかな。はい、3、2、1、はっ！ほら、いなくなった。校長先生、妖精さんのお家がなくなっちゃったよ。大丈夫。妖精は、天に帰っていったのじゃ。じゃんじゃんじゃん。妖精のカテゴリーがだんだんおかしくなってきて、天に帰った。天に帰っていきました。まあ、うん、はい、うん。皆さん、皆様、ありのと、のあれを思い浮かべていただければとても分かります。黒黒助ってあれなんだね、うん。校長先生の髪の中に住んでたんですね。そうなんです。あ、校長先生の髪と共に。なるほどね。去っていってしまう。天地。じゃあ、こっちでね、はい、もうなさそうだから去っていっちゃったんだね。そうなんです。ああ、なるほど、なるほど。七不思議だ。限界だ、この頭は。許そう。はい。やったー許そう。やったー許そう。面白かったから許そう。やったーはい、では続きまして、マリさんの言い訳も、言い訳聞いていきましょう。はい、大井さんからいただきました。はい。砲撃を撃ったら、味方の3号突撃砲を攻撃してしまった。何？じゃあ、行きますよ。3、2、1、どうぞ。あ、3号突撃砲を撃っちゃったわ。でも、私、総主だし、別に私が撃ったわけじゃない。誰だー？うちの戦車を撃ったのは誰だー？89式バレー部です。なんてことをするんだ、バレー部の皆さん。でも、私が撃ったけど、あけび何やってるんだ。違うよ、私のせいじゃないよ。あ、そうだな、あけびは悪くない。しのぶちゃんが急にかじってるから。そうか、私が方向転換をいきなりしてしまったせいで、3号突撃砲を撃ち抜いて、いや、よく考えるよ。8、9式で3号突撃砲は撃ち抜けない。それだ。じゃんじゃん。はい。ということで、そしたら、あれですかね。うん。8、9じゃなくて、うん、他の戦車が、3突に向かって、撃ったってことですかね。まあまあ、そうだね。うん。撃破はできないです。はい。正論。許してもらえたかな？許す。はい。ということで、ギリギリ許してのコーナーでした。おきゃっく！ワンポイント無駄知識。生活するには全く必要ない、でももしかしたら役に立つかもしれない情報を今夜も一つご紹介します。シシトウはストレスで辛くなる。はい、シシトウはですね、乾燥や、天候の、水分不足などによって、ストレスを受けると辛くなるんだって。そもそも青唐辛子の辛味成分を抜いて食べやすく品種改良したものがシシトウなので、極端なストレスを受けると青唐辛子がもともと持っている辛味成分を作る遺伝子が通常より活発に働くんだって。辛いシシトウの見分け方は1、光沢がないもの。2、シワが少ない。3、縮れ気味で小さいもの。まあ、総じてですね、不健康そうなものが辛いんだって。まあ、農家の人があらかじめ避けてくれてるみたいなんだけど、お試しあれー。シシトウ嫌い。食べろ。おきゃっく！今日の、フェーブー。はい、このコーナーは、霧村まりが個人でやっている、ただただ無言で笛を吹くユニット、フェーブーを広めるため、ただただ笛を吹いて、リスナーの皆様とゆかちゃんが、とーっても困惑して、曲を当てるコーナーでーす。はい。はい、新年一発目。はい。まあね、
みんなにね、一つ目はね、正解していただきたいなという気持ちを込めて、優しめでね、はい。あら、優しい。そう。まあ、多分一回吹いたことあるかな。あら、まあ、ちょっとお正月っぽいの。はい、本当か、お正月お正月っぽい。きっとお正月っぽい。はい、じゃあみんな、当ててね。はーい。せーの。これはもう新年の幕開けにぴったりな感じでしたね。本当ですか？多分実家の里に帰ってる人ぐらいしかちょっと心に染み入れないような気がするんですよ、ちゃんとね、はい、あの楽譜に書いてありますよ。あら、懐かしむようにって書いてある。あらららら、多分ね、出てたもの音色に、うん、すごい哀愁漂ってます。でしょでしょ、すっごい田舎に帰りたいなって。今聞いてらっしゃる方、田舎かな、うん、トリップできた、トリップできた、みんな、ね、一人で聞いてる人はね、これで田舎に帰った気持ちを味わっていただけ、はい、ということで、ゆかちゃん、はい、正解はうさぎの石角山こぶ拳効いてるわこぶなじゃなくて拳が効いてるはい、ということで、はい、今日はふるさと、みんなお正月いかがお過ごしですか。以上、ウェブのコーナーでした。はい、あっという間にエンディングのお時間でーす。はい、ゆかちゃん、はい、毎年恒例、はい、あの紅白まだ見てないけど、はい、勝手にどっちが勝つかゲーム。やっぱ赤かなー赤、いや白かな、白かなー。私、でも、はい、私じゃあ白にします、はい、取られたじゃん、もう白取られたじゃん、赤しか残ってないじゃん。いやでも今年こそは赤が勝ちます、うん、きっと。私ね、まあ白とか言ったんですけど、はい、そんなに別に対して興味があるのは、あの、今日特別企画の椎名林檎さんと宮本浩二さんが、出た、あの赤白で出るんですけど、あ、絶対素敵、それが一番気になります。絶対素敵、はい、たまらん見る、はいはい、そんな感じで、はい、間違いないですね。みんなどっちが勝つか、はい、教えてください。はい。はい、ということでですね、あの、私の方から一つお知らせがございまして、はい、ですね、今、ちょうど、放映中なんですけれども、1月1日から、1月8日までの、連日ですね、16時から、はい、一部の地域になるんですが、荒川文京千代田区の地上デジタル10チャンネルで、我が藤川流の藤川住十郎お家元のですね、ドキュメンタリー、特集が、特集？まあ、あの、スペシャルがやっておりまして、で、私、なんと、それを多いことにそちらにナレーションを当てさせていただきました、うん、はい、なかなかですね、中で関わってる人がナレーションをやるって、うん、なかなかないことだと思いますので、うん、私の気持ちがすごく溢れ出ているナレーションかと思います、うん、まあ、あの、地域、あの、一部の人しか見れないとは思うんですけれども、うん、この後、いろいろと、いろんな、こう、作品になったりとかして、うん、多分、一般の方にも見れるようになると思いますので、うん、あの、ぜひぜひ、お待ちいただければと思います、はい、はい、ぜひ、お正月にもぴったりな感じですからね、そうなんです、見ていただきたいと思います、はい、します、はい、宛先お願いします。はい、では皆様からのふつおたリクエストなど引き続きお待ちしております。ファックスが東京 0356340792、 E メールが info@885fm.jp までです。はい、そして私たち番組の、ね、専用問い合わせホーム、うん、こちらね、私たちのツイッターとかブログの方に掲載してますので、そちらまでリクエストお便りとお待ちしております、はい、そしてファンファンには公式ツイッターと YouTube があり、お知らせの配信や過去のアーカイブなどが見られるようになっております、うん、はい、ファンファン、アットマークが抜けてましたね、はい、アットマークファンファンアンダーバー FM まで検索してみてください。はい、そちらに、アーカイブ載ってますのでよろしくお願いします。はい、ということで、ファンファンウェンズで桐村まりのキリッとキラックラジオ、お相手は井上由香と桐村まりでした。また来週もぜひ聞いてください。そして2019年もよろしくお願いします。まったねー。今週の NG。
生活するには全く必要ない。でももしかしたら役に立つかもしれないよ。今夜、なんて言ったやつ今。知れないよ。知れないよって。